こんにちは、ミハイヤの大山です。今日はクラフツという会社をご紹介したいと思います。こちらのクラフツという会社はですね、日本でもなかなかないぐらいそのエフェクト、ゲームエフェクトに特化して、研究開発をやっている会社です。で、ユニティの、スパークギア、違う、ユニティのシュリゲンパーティクルだったりとか、スクエニさんで、開発やってるようなあのスパークギアだったりとか、今有数のそのあとは普通にアフターエフェクト、それからアンリアルエンジンですね、マヤなどなど、各種その、ゲームに使うようなエフェクトっていうところに関しては一通りやってます。で、やっぱりそのアプリもそうなんですけれども、ゲームっていうところに関してこうプレイした人にこうわーって盛り上げてもっとやりたいっていう風に思わせるものの要素としてエフェクトっていうのがすごく強いと思いますので、そこを極めているクラフツさんっていうところ、もしお興味がありましたらご紹介しますので、ぜひお気軽にご連絡ください。今日も業界発展。